はい、撮影日は3月7日日曜日ですね。ご飯の画像です。これ池袋駅、東側ですかね。なんかイケメンさんですね。これさぬきうどん店さんです。さぬきうどん屋さんです。メリケン屋さんなんですけれども、本店は、まあ、香川県ですね。なので割とさぬきうどんらしいメニューがご飯食べられます。で、選んだのは朝ごはんメニューですね。税込み390円、納豆と生卵、白飯がついてますね。で、店内は、まあ、他のお店もね、何店舗か入ってますけれども、こんな感じです。まあ、洒落てるといえば洒落、まあ、洒落てはないか。メリケン屋さん、税込み390円の朝ごはんセットです。で、うどん食べます。まあ、そんなね、絶品というわけじゃないですけれども、本当さぬきうどん屋さん、まあ、らしいというかさぬきうどんそのもののお店でした。で、昼ご飯をもうちょっと食べとこうと思って、モスバーガーさんですね。混ぜるシェイク、20世紀梨と紀州梅がありまして、まあ、梨の方を選ん でハンバーガーは最安値、ね、270円ぐらいかな。まあ、合わせて510円か520円ですね、税込み。あ、レジットありますね。519円ですね。で、混ぜる梨、20世紀梨を、シェイクして、まあ、飲むというか食べるというか。で、この日お出かけします。西武鉄道ですね。で、お得な切符、秩父方面に行きます。で、期間限定です。もう今終わっちゃってます。まあ、終わってますというか、今はもう2000円ぐらいの切符になってます。で、1590円でこの、まあ、ちょっとね、切符を買って、で、西武池袋駅、人がまあまあね、言いますね。で、これで行くわけではないです。この特急電車で行くわけではないです。あの、止まってたので、これ眺めます。西武鉄道の最新車両の特急電車ですね。窓が大きいのが特徴ですね。あと、まあ、座り心地もいいのかな。で、自分が乗るのは、急行ですね。まあ、急行って言っても急行料金とか取られないですけれども、この電車で行きます。飯能行きですね。飯能で乗り換えます。あ、まあ、一回所沢で途中下車してますけどね。で、この、なんだこれ、急行電車ですね。これで行きます。なんか、新しい車両ですね。かなり新しい。で、向こう側には、秩父駅の特急電車が止まってます。実際、時間は30分ぐらいしか変わらないと思います。30分か40分ですね。で、池袋駅を出発します。で、これ車窓をね、あの、ちょっと取っちゃいましたので、まあ、眺めてください。まあ、なんかの動画ではないんですけれどね。はい、動画は変わります。西武所沢駅ですね。まあ、埼玉県の拠点駅みたいなところですね。で、結構駅は1年前か、かなりちょっとね、最近駅がリニューアルオープンというか、まあ、かなり真新しくなりました。お店もいっぱい入ってます。西武ライオンズですね。まあ、タリーズさんとかね、この辺ちょっとお店入ってるんですけど、で、かなり人歩いてました。
してお店の中は IC カードで、駅構内から、まあ、入場券っていうか扱い入場料金を払ってお店の中入れるようになってますね。で、まあ、路線図ですね、池袋から所沢、割と急行電車で来ると早く行けちゃいますね。で、秩父方面にこれから向かうと、西武秩父駅の方に今から向かいます。で、飯能行きまでの電車も急行電車になってました。割と便利だなぁと思いました。で、まあ花屋さんを買って、まあ多いお茶の垂れ幕が変わってますね。で、これ飯能駅の中です。で、ゴミ箱取っても仕方ないんですけど、ゴミ箱撤去のお知らせっていうのは、もうゴミ箱は撤去されちゃってるんですね。駅の中でゴミが捨てられなくなっちゃってます。まあ不便になったなぁ、なってますね。で、西武の秩父行きの電車ですね、これに乗ります。西武秩父駅、本当はもっと早く行っておけばよかったなと思いつつ、まあ、西武秩父駅の4両編成ですかね。で、これ電車の中に入りますけれども、ロングシートではありません、割とね、まあローカルな雰囲気もするんですけど、こういう、まあ、クロスシートって言うんでしょうか、ね、向かって食べる、向かって食べるというんじゃなくて向かって座るんですね。で、これファミリーマートで朝買った、まあ、あの割引のファミチキと飲み物を飲みます。で、これ途中の駒駅ですね、駒、西武駒駅です。電車は出発、まあ、向かいのね、駒はまで来ると山に囲まれてますね。田舎ですね。で、これが今乗っている電車ですね。で、行き違い電車の、池袋方面に向かう特急電車ですね。これをちょっと眺めました。こんな形してます。で、ファミリーマートでちくわパンっていうのがね、飯能駅の中のファミリーマートの中でちくわパンがあったので買いました。これ北海道、まあ、どうでもいいですけど、ちくわパンって北海道ですよね、多分発祥が。セコマかどっかね。うん、まあ、こういうね、もう山の中です。ね、あの山の景色を向かいながら、まあ、秩父に向かいます。で、途中下車しますけどね、一駅。足が久保っていう駅でね。でも、電車も、そんなにお客様乗ってないです。乗ってない。はい、またね、ちょっとシャマロの動画をね撮ります。これね、この今回の動画はちょっと消せるのはね、動画消したんですけど、それでも25分になっちゃいました。とっても長い動画になってしまいました。はい、これが足が久保駅ですね。途中下車します。これ1週間前このちょうど1週間前に行ったのが、ドライブした時に行ったのが足が久保の道の駅だったんですけれども、その最寄り駅、ね、足が久保駅、西武足が久保駅で降ります。で、降りたらこの西武鉄道のレストランです。レストラン、これ電車の中レストランです。これが止まってました。足が久保ですね。レストラン電車はこれ営業じゃないのか、ただ改装してる電車なのか分かんないですね。ここ、こっちの車両のレストラン列車は、なんかブラインドが閉まってたので、ちょっと中は覗けなかったですね。そもそもこれ営業してるのかな？私服のひとときかなんかのレストランの電車なんですね。池袋と秩父を多分結んでると思います。だいたい1時間半なのかな？片道。出発していった。1万円ぐらいかな。なんだこれ。
で、レストラン列車はこのタイミングで池袋方面に出発していきました。これはレストランの列車ですね。配送電車なのか営業のレストラン列車なのかちょっと分かんなかったんですけどね。はい。で、足が久保の道の駅の方向を眺めます。もう駅から歩いたら、5分弱です。これ足が久保駅を眺めます。まあ、一応有人駅ですね。で、駐車場、あ、これ思ったんですけど500円は高いですね。高いから車止まってなかったですね、駐車場に。で、足が久保駅のこの駅前の、まあ、地図の看板眺めます。まあ、公園になってるみたいですね。はい。で、これ足が久保の道の駅の中の、まあ、食堂ですね。まあ、移住を案内するような看板、まあ、案内札を眺めて、レストランの入り口を眺めてみます。わらじカツ丼、秩父有名ですけど、わらじカツ丼は有名なんでしょうけど、チキンカツかカツがご飯の上に乗って、まあ、1000円弱の金額取るんで、まあ、結構な値段ですね。で、これ食堂のメニューですね。揚げまんじゅう、味噌ポテト、ね、わらじカツ丼ね、1000円ぐらいしますよね。まあ、ここのお店はちょっと、やや高めかなと思ったりしました。かけうどん500円。カレー、カツカレー800円。普通のカレーが500円ぐらいかな。まあ、ちょっとね、秩父らしいメニューが食べられます。まあ、ミニかなんか食べようかな。まあ、お金ないんですけど、食べようかなと思ったんですけど、肉1枚、こう、510円はちょっとね、高いなと思いながら、うんとかと思いながら、まあ、お土産屋さんをちょっと眺めます。まあ、いろんなのがありましたね。秩父メーカー。お菓子とかいっぱいありますよ。ね、値段もそんな高くないんでね。ただ、お菓子買ってる余裕は ないんでね。で、お弁当売ってました。450円の、まあ、チキンカツ丼ですね。チキンカツ丼になってますけど、これがいわゆるわらじカツ丼なんでしょうね。税込み450円です。まあ、食堂では食べず、これをね、お弁当買ったのを食堂で食べました。で、ちょうど1週間前に来た足が久保道の駅ですね。営業中でした。で、横になんかお蕎麦屋さんもありましたね。こういうところでお蕎麦食べるのもいいかもですね。で、まだ大きいでしょ、この、秩父鉄道の、ね、特急電車ですね。で、秩父に着く手前の車窓を取りました。秩父は、まあ、人口いくらぐらいいるのか、どれぐらいいるのか分かんないんですけど、まあまあ埼玉県では大きい町ですね。ただ埼玉市とかからはね、秩父っていうのはなかなか、まあ、行けないというかね、まず鉄道が全然違いますからね。埼玉市から、まあ、秩父に行くにはアクセスはそんなには、まあ、良くないというか、まあ、わざわざ行く観光しに行くのであればなんかね、まあ行くかもしれないですけど、なかなか行かないですね。で、西武秩父駅に到着。で、これやっぱり西武秩父駅ゴミ箱がゴミが捨てられないっていうことですね。駅でゴミが捨てられないって言ったら、お弁当とか持ってきて、不便だなーっていうかね、思ったんですけど、こういう風になってますね。で、ようこそ、秩父へ。まあ、こんなイメージですね、秩父は。で、秩父の中心街は、まあ、駅の方から眺めたらこんな感じですね。はい。で、今日、この日行ったのは、この祭りの湯っていう日帰り温泉です。これ駅の中の温泉ですね。で、右側があれですね、レストラン列車の案内の札ですね。で、西武秩父駅から眺めたこれ武甲山っていう山ですね。秩父のシンボル的な山です。はい。マウント武甲山ですね。武甲山とは埼玉県秩父地方の秩父市と横瀬町の境界に位置する山で、まあ、標高1304メートル、ということですね。これよく見たら、昭和44年頃の武甲山と建設中の西武秩父駅ってなってましたけど、今の西武秩父駅ってリニューアルはしてても昭和44年の駅だったんですね。ちょっとびっくりしましたね。
で、これが温泉ですね。で、今は時短営業しているので、20時閉店ですね。夜の8時で閉店しています。で、まあ、埼玉県内でもこれはかなり真新しい日帰り温泉です。で、まあ、中はこんな感じですよという。で、これが露天風呂ですね。新しいので快適そうというか、だから 西武鉄道のメインですね、観光の、うん、あの秩父は観光地なんですけど、この日帰り温泉、 駅中の日帰り温泉を売りにしてますね、西武鉄道さんは。で、これ露天風呂ですね。で、これは西武鉄道の改札のところ前なんですけど、なんかこういう、ね、あのガラスケースって言うんですか、ガラスケースというか、こういうのが飾ってました。これ特急電車のちょっとおもちゃの模型ですね。はい。で、これが秩父銘菓みたい、秩父餅。まあ食べてもよかったんでしょうけどね、あの道の駅で買って150円ぐらいだったのかな。で、これ西武秩父駅前温泉祭りの湯で、中には食堂も入ってます。食堂っていうかレストランですね。まあ、いろいろ食べられますけれども、まあ、まあ値段はまあ普通ですよね。観光地価格の普通の値段ですね。で、これ食堂レストランの中ですね。まあ、ちっちゃいおみこしが飾られてて、で、まあ、これがレストランエリア、フードコートですね。で、祭りの湯に入ります。これが、で、値段が平日は税込み990円。土日が1100円です。で、これ駐車場ですね。有料駐車場でありますけれども、温泉浸かる人は2時間まで無料とのことでした。あの、本当に金取るのかと思ったらそうではないみたいですね。ただ駐車場はちょっと狭いんでね、すぐに満車になりそうな感じでした。祭りの湯。もう駅の真横ですね。で、これ、あのリクライニングシートっていうか、こういうスペースがあります。テレビがついてますね。テレビでリクライニングで電動で動きます。で、リクライニングシートでは携帯電話の充填できます。ま、あのこま、リクライニングシートに携帯充電できるコードが、まあ、コードがついてますね。コード、コンセントコード。西武秩父駅は、はい、これちょっと間ちょっと段リアルに喋ってますんで、まあ、横に線路を通ってますけど、これが秩父鉄道の線路ですね。で、西武秩父駅には秩父駅の駅はありません。で、その代わり、あ、まあ、その代わりっていうか、西武秩父駅のバスしっかり一時停止してるね。すごい一時停止してるよ。これ西武観光バスですね。西武秩父駅のあたりを結んでますね。で、お花畑駅はこの割と近くにある、歩いて5分ぐらいかな。5分で行けるっちゃ行けるか。ちょっとアップしてみるとこんな感じですね。あ、2線あるね。お花畑駅です。芝桜駅ですね。お花畑駅。三峰口駅です。これ4両編成ですね。あ、お客さん誰も乗ってないですね。 1、2、3両編成ですね。お客さんは1人ぐらいは乗ってたか。降りてくる人がね、主要の秩父駅ですけどいない。1人だけ降りてきましたね。寂しいね。はい、
電車見送ります。あ、リアルで声をね吹き込んでます。ラッピング電車ですね。これはお花の模様か、花の模様ですね。で、今いるのがお花畑駅ですね、芝桜駅ですね、名称別名で。西武秩父駅から歩いてだいたい5分ぐらい。これね、秩父神社とかね、別に今夜行っても仕方ないんだけど、秩父駅行こうと思ったらこの距離が5分だから、まあ15分近く、15分は歩かないといけないね。羊山公園で、春になると芝桜が見られるのが芝桜の丘ですね。武甲山って読むんですかね、これ。はい、ね、ようこそ芝桜駅へ、お花畑駅。はい、夜の秩父神社、この後行きました、ね、これもなんか、リアルに喋ってますので、はい、初詣の時はね、当然混んでたと思います。これ本殿かな、いや、このちっちゃい本殿はないか、ね、誰もいない、それは当たり前ですね。あれ本殿かな、あ、こっちか、こっちか、あ、右側っぽいですね。誰もいない、そりゃそうですね。あ、右側じゃねえな、やっぱり本殿はこっちか。あ、これ意外とちっちゃいな、これ。あ、いや、こっちか。あ、違うな、これはなんかの会館ですね。やっぱこれが本殿ですね。あ、意外とちっちゃいな。まあ、頭だけ、神様はいないですからね。まあ、まあ、ちょっとね、会釈を軽くして。なんか昔来たけど、もっと広かった感じがするけど、こんなにちっちゃかったっけな。秩父神社だったか。これですね。こういうことか。現在地がこの辺になってて、で、さらに奥には進めるんだけど、閉まってるということですね。秩父神社ですね。これをさらにね、これがこっちですね。だから今扉閉まってるんです。で、行くと御本殿があるということですね。ちょうど1週間前に来た、西武じゃないや、秩父鉄道の秩父駅ですね。駅をちょっと遠目に眺めるとこんな感じですね。上に何か入ってんのかな、使ってないんじゃないかな。そして秩父駅前を眺めます。まあ栄えてるっていうわけじゃないですね。で、これは、ビジネスホテルですね。西武、あ、第一ホテルって書いてますね。この前の時よりはなんか電気がついてますね。まあそれでも少ないですね。まあ栄えてないな、これ。全然車が全然いないもん。車が全然止まってないし、ここには走ってない。秩父鉄道の秩父駅、ちょうどこれね、ほんとちょうど1週間前ぐらいに来てますからね。電車来んのかな。提灯、
はい、西武秩父駅ですね。秩父駅から走った秩父鉄道の21時15分発の飯能行きの電車に乗らなければ、さいたま市にはたどり着けないんです。終点 JR の終点 JR が30分もなんだ早くなっちゃってるんですね。びっくりしましたよ。まあまあ知ってはいましたけどね。はい、帰りもこの電車クロスシートですね乗ります。まあ、お客さんは乗っ、まあ、ほとんど乗ってないんですけどね。でこれはベルク、秩父駅近くのベルクで買った埼玉県の記念弁当です。250円だったかな。で弁当偏ってますけど、ポテ、あ、これねお箸なかったんで、あの蛍光ペンのでお箸にして食べました。もうお箸なかったんでね。でこれいろいろ入ってました、このお弁当。はい、動画まとめました。すいません。